はい、こんにちは。今日はですね、ガス炉で酸化調整、するっていうねお話です。ガス釜のちょっとお問い合わせがあってですね、まあ、その中で酸化調整できるのかっていうようなお話、まあ、質問があったので、まあこれまでもですね煙突の話とかでしてるんですが、この辺の操作のお話をしておきたいと思います。まずですね、まあいつもこれで怒られるんですけど、なんか本に、陶芸の本で、釜の炊き方がちょっと書いてあって、酸化調整のやり方ですね、釜の後ろから見ると、ガス釜ですね、ガス釜煙突があって、ここにダンパーと、まあ、ドラフトがあると。でダンパーを全部開けてドラフトを全部閉めておけば酸化調整になると書いてある本が、僕もね何冊かそれは見たことあるんですが、はい、それは嘘っぱちです。はい、信じないでください。で確かにそれは酸化気味にはなってるんですが、だいたい設計上ですね、ここを開けてここを閉じている状態っていうのは引きすぎる状態になります。でガス釜をちゃんと使えているかどうか自分で判断する一つの基準は、酸化調整をきちんと行えているのかということなんです。まあ、例えば瀬戸だったらですね、キセトとかオリベとかそういう釉薬のものをガス釜で普通に焼いている産地ですから、当然僕はそんなこと疑問に思ったことはなかったんですが、やっぱりちょっと地方のお客さんなんかに言われたりして、あ、そういうふうに思ってるんだなと思ったのは、酸化とか上絵は電気炉でやる、で還元はガス釜でやってる。まあそれは確かに釜の特性を生かしたですね正しい使い方だと思うんですが、ガス釜が酸化調整できないわけではないんですね。で、今度釜を横から見た図を描いてみます。はい、ここが、まあ、台車がないタイプとして沿道ですね。でこれ煙突と、でこれダンパーが刺さってて、まあ、ドラフトがありますよと。で、バーナーがあったら必ずここに色味穴があるはずです。で、まあ、ある程度の、調整続けていけばですね、ここを操作してくるわけですが、当然その釜詰めされてる密度とかそういうのでこういつも変わるんですよ、若干条件は。ですから、この開けてて閉めりゃ酸化っていうのはねちょっと違います。で還元調整の、説明をしている動画があるんですが、まあ、それでも言ってます。要はここから炎が出るほど炉圧が上がっているのは還元状態と、まあ、一般に言われているし、まあ、実際焼き上がりもそういうふうになるんですが、今度中に吸われている状態、ここにライターの炎をかざしたら炎がちょっと中に吸われている状態、これをマイナスの状態ですね、これを酸化気味と言ったりします。でもですね、それはそうなんですが、まあ、何回も、ブログでも書いてるんですけど、その吹かれもしないし吸われもしない、プラマイゼロ、ここにかざしたライターの炎が全く動かない状態、まずこれを見つけないといけないわけです。でこれを見つけた上でほんの少しダンパーを引いて、この炎が少し引かれ始めたなっていうところ、そこをキープしたら、だいたい酸化でうまく焼けるはずなんですよ。でそれを分からないでただ吸われてるから酸化だっていうのは、今マイナス1なのかマイナス10なのか分からないわけですよね。そのマイナス1でもマイナス10でもここにかざした炎の動きは変わってないわけですから、ね、その吸われてる炉圧がどれぐらいマイナスになってるかが判断できない。だからまずゼロをきちんと見つけて、そこから気持ち吸われてるぐらい、まあ、これ3素焼きの時もそうですけど、そういう状態をちゃんとキープしていけば、熱を逃がしすぎてですね、酸化調整やったらめちゃくちゃガス代上がっちゃったとかね、ものすごい時間かかったとか、そういうことはなくなると思います。それからですね、電気炉とガス炉の酸化というのは厳密にというか、まあ、釜出し両方で焼いて、見てみれば分かりますが、あ、違います。で、当然プロパンガスっていうのはもうこういう燃料が燃えてるわけですから、ね、いくら酸化気味、酸化調整といっても
そこに燃焼ガスが存在しているわけです。ところが電気炉というのは輻射熱でやってますから、こういうその外のこの周りの空気とほぼ同じ状態、もちろんその釉薬から揮発するものとかあるんですが、ほぼ変わらない状態で、調整してるわけです。調整というかもう加熱してるというか、だから厳密に違うのは違うんです。それはもう釉薬を同じ釉薬を塗ってガス炉の酸化、電気炉の酸化で焼いて比べたら、まあ、例えばですね、まあ、僕確認したことあるのはオリベなんかですね。オリベなんかはもう全然全然というか違いが分かります。あ、違う、ちょっとこっちの方が違うなっていうのが分かると思います。で、そういう特性はもちろん生かすんですけど、ガス釜で酸化ができないわけではない。ちゃんと上手にやればガス釜一つでですね、酸化還元、それからまあ上絵付けとか金彩も行うことができます。皆さんは酸化調整できてますか、ね、これを参考にまた、これからも、いい作品一緒に作っていきましょう。どうもありがとうございました。